今年10回目を迎える選抜総選挙、決戦の地は SKE48 の地元名古屋ドーム。これを受けゼロポジ生討論超拡大版を開催決定。今回は2部構成、3時間以上の生放送に。第1部では初ランクインを目指す6人が登場。そして第2部はさらなる高みを目指す者たちが集結。さらに悲願の1位を狙う松井珠理奈が生討論に初参戦。本当に本気になっちゃうからな。もう大丈夫です。もうそんな、多分そこで聞かれることよりも何倍も厳しいことを10年間乗り越えてきたと思うので、何でも聞いてくださいとか言って泣くだろうなもう SKE としても松井珠理奈としても、もう今叶えたい夢がいっぱいあって、その夢が定まっているので、その夢をどうやって叶えればいいのか、みんなで作戦を立てましょう熱い思いがぶつかり合う生のトークバトル、6月2日何かが起こる。